なんか子供は騒いでるけど。はい、次もサカナクション弾き語っちゃいます。次ね、歩くアラウンド。これ結構サカナクションの方で最初の曲なんじゃないかな、わりかし。もう今ね、お魚フェスティバル中なのでね、勝手にね、どんどんサカナクションの曲を弾き語っちゃいます。でも早速いっちゃいますよ。新しい夜、僕は待っていた。僕は歩く一人、寂しい人になりにけ。僕は歩く一人、冷えた手のひらを見たので。僕は歩く新しい夜を待っていた。覚えたてのこの道の夜の赤いしらしらと、何を探し回るのか僕にもまだわかぬまま。嘆いて僕らは今うねりの中を歩き回る。疲れを忘れて、この地で終わらせる意味を探し求め、また歩き始める。チュル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 のところからこう。正しく僕を揺らす、正しい君のあの話。正しく君と揺れ、何かを確かめてだけ。声を聞くと浸る、すぐに忘れ、つらつらと気まぐれな他は離れ、つらつら。よくわかんないな。覚えたてのこの道の夜の明かり、しらしらと、何か不安で何かが足りないのかがわからぬまま。流れて僕らは今うねりの中を泳ぎ回る。疲れを忘れて、この地で終わらせる意味を探し求め、また歩く。
なんか歌詞がね、あんま覚えてないし、よくカミカミで。いやーでもかっこいいねこの曲。 PV もなかなかね面白いんですよこれ。ぜひ本家の方の動画も見てください。この曲どこがかっこいいかな。今サビかな。僕は歩く夜を待っていた。覚えたてのこの道、夜の明かりしらしらと。何を探し回るのか、僕にもわか、僕にもまだわかんまま。最初ね、サカナクションってもう自分結構好きで聴いてたんですけど、まさかアコギでこう弾き語るとは思わなかったですね。なんかあんまり合うとは思ってなかったんですけど、意外と弾くと合うっていう。いいですね。あと他にもね、いろいろ弾きたいものはあるんだよな。今もう結構言ってますよ。新宝島、グッドバイアイデンティティで、夜のドリコ、さよならエモーションで、今回の歩くアラウンド、あと青いも歌ってるよね。青いも歌ってる。7曲ぐらい歌ってる。結構歌ってますよね。僕にもね、でもやりたいやつがあるんですよね。ちょっと難しそうなやつがね、ちょっとご紹介だけね。エンドレスって曲があってね、あのね、これかっこいいんだよな。どういう曲だったっけな。誰かを笑い、笑う人、それをまた笑う人、悲しむ人。誰かを笑う、誰かを笑う人の人の後ろに、それを笑う人。いや、コードがむずい。すごいコードが難しいんだよな。 G アド9 とかも持ってないんだけど、 G アド9をもう G にしちゃって、 G アド9アド9オン C をもう C にしちゃう。誰かを笑う人の後ろにも、それを笑う人で、最後 D サス4から E マット9。 E マット9ってなんだよ。あ、これか。なんか悲しい感じの音になるんだね。いや普通にこれ E、 あ違う、 E マイナーアド9か。マド9なんてないよねごめんなさい。 E マイナーアド9ね。アド9の意味が分かんない。だから誰かを笑う人の後ろにも、それを笑う人、それをまた笑う人、悲しむ人。そう、ちょっとね、悲しい感じなんですよ、この、あのね、歌詞も、このエンドレス。
ちょっと悲しいでしょこの感じ。歌詞も悲しいんですよ。悲しくて泣く人の後ろにもそれを笑う人、それをまた笑う人、悲しむ人。難しい。これちょっと練習しなきゃダメですね。このあのね、今何の紹介かというとエンドレス、サカナクションのエンドレスってやつ。誰かを笑う人の後ろにもそれを笑う人、そしてそれをまた笑う人がいる、そして悲しむ人もいる。悲しくて泣く人の後ろにもそれを笑う人、それをまた笑う人、そして悲しむ人もいる。深いよね。耳を塞いでる僕がいる、それなのに、それなのに、なんで、それなのになんか声がする、見えないように色をつけ。難しい。また来週。